帰ってくるから、絶対俺戻ってくるから、お前はなんていうか留守守っててくれると助かるな。もう勝手なことばっかり、ほんと面倒だよねこういうの。だけどそんな蓮だから私はきっと絶対勝手にいなくならないでよ、約束だから。先輩、蓮のこと好きですか？あいつのダメなところ10個くらい言えます？いきなり何を言って。まず意外に短気、すぐ嘘つく、秘密主義、思ってること口にしない、鈍い振り大好き、カッコつけ、顔可愛いのに褒めると怒る、あと古い。実は男尊女卑志向、極めつけはやっぱりあれでしょ、みんな一人で片付けようとするところ。バカ、来るの早いよ。お腹痛いよ。ようこそ、お待ちしていましたよ藤井さん。霞を返せよ。できると言ったら？許さない。殺し合うと。ああ、そこだけ。お前みたいな奴は嫌いだ。私も。あなたみたいな人は嫌いよ。私も今デジャブを感じた。なるほど、これが副資料閣下の法術なのね。恐ろしくなる、本当に。でも私はそんなもの認めない。だからあがく、何だってする。泣いて祈れば起きるような奇跡なんていらないのねえ藤井君。あなた邪魔だわ。そしてできれば会ってまた話したい。どうしてほしいって。放っておけばあの人たちは今よりもっとひどい目に遭う。それは私の主観だからわからないし、エゴだけど、あなた流に言えば私が嫌だから止めるのよ。その後でまた別の手段を探す。早い、とにかくもう一度会って。私が余計なことをしたのかどうか。それで思いっきり嫌がられたら？それはそれで仕方ないわ。会いたいんだ。来なさい、我が愛し子よ。
手なことなんかさせない。そんなに私を怒らせるのが楽しい？いや、楽しくはないぞ。藤井君があれでしょ、私が邪魔だって思ってるの。ああ、うん、で、だよ、私もあなたが邪魔だってずっと邪魔をしている。だから勝手なことなんかさせない。その時選んだことで後悔してるわ。でもその後で、俺が勝ったらお前は帰れとか言わないでよ。そう思うならお前が勝てよ。うん、頑張る。俺は、私は桜井慶が、藤井蓮が、私が死んだら